メイドクラブバルヘジア。随分自由な人です。今好きな人がいます。その人は優しい目をして笑います。きっかけなどどうでもよくて、この今好きな人がいます。その人は美味しそうにご飯を食べます。今好きな人がいます。その人はいきなり眠りにつきます。会いたくてたまらないのです。この思いを伝えたいのです。今好きな人がいます。その人は可愛い声で甘えます。今好きな人がいます。その人は時々弱音も吐きます。どんなことも見せて欲しくて、この思いを分け合いたいのです。
あ、もう、もう、あ大丈夫ですか時差があるんですか来てない多分、そうですね来てない来てないどうもこれは、これでやってますこれで大丈夫大丈夫ですかはい、はい、あ、そこに、はい、がモニターですよね大丈夫はい、ということで始まってんだか始まってないのかわからないような感じですが始まりましたクラブパレージよろしくお願いしますイエイイエイこの番組はですね毎週多彩な方をアーティストゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組でございます素敵な歌はもちろん楽しいコーナーもご用意しておりますので皆さんお時間が許す限りごゆっくりとしていってくださいということで、今週の MC は私シンガーソングライター岸のり子と申しますどうぞよろしくお願いしますあ、いいんですよろしくお願いしますありがとうございますですね、こちら、が私のお名前でございます岸野さん、そうですね、なんか岸のり子みたいになっちゃいましたけど岸のり子と言いますひらがなでね、書いておりますので気になる方は早速検索をしてくださいということで、早速本日のゲストを紹介したいなと思いますよテロリンっていうね、なりましたけれどもちょっとお待ちくださいましということで、本日のゲストです、じゃあ隣からいきます、本日のゲスト女性の方でございます有坂智代さんです、どうぞよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますでございます。荒谷純平さんでございます。よろしくお願いします。ということで、簡単にでも詳しくでもじゃあ友ちゃんからお願いします。はい。有坂智代と言います。あ、見えてない。見えてる。大丈夫。川崎からやってきました。ピアノ弾いて歌を歌っています。よろしくお願いします。では、はい、荒谷純平さん、はい、お願いします。はい、ダメ人間代表で来ました。荒谷純平と言います。一応鋭利の声で胸を刺す孤独を愛する歌を歌いと自分でほざきながら、歌を歌っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵な二人をお迎えしてですね、今日は2時間ほど。番組進めていきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、この番組ですね、皆さんツイッターですとかフェイスブックですとかあ違うユーストリームとかですねSNS で組み取ってください SNS で参加をしていただくことができますので皆さんじゃんじゃん参加をしてください、今日番組のテーマがございまして番組のテーマなんですが今日9月1日防災の日、あ、1日ですよね。そうですね。防災の日っていうことだと思うんですけれども、あなたがしている防災対策は、あなたがしている防災対策ございましたら、ぜひですね、書き込んで教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それからですね、後ほど、番組スタッフがですね、ハッシュタグ、何かこの、番組に関する面白いハッシュタグを考えてツイートしてくれると思いますのでそちらをつけて、発言をしてくださった方の中から1名様にプレゼントがございます、はい、番組プレゼントがございましてそちらのプレゼント本日ですね、まあ、いつもおなじみのこちらサルフェジアステッカーですねこちらとあと宴さんという方が提供してくださっています宴コンピレーションアルバム1ちなみに3に私とともちゃんが収録していただいておりまして、はい、それの記念すべき1の CD ですねそれから小川恵里さんの企画ライブの限定浴衣ブロマイドサイン入りというね素敵なブロマイドそれから
小平かなさんのサイン入り川崎銀座が浴衣祭りのこちら、うちわ、そして松田は春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と、番組終了後に3人で写真を撮らせていただきまして、そこにサインを入れてプレゼントということになります。まあ、こういうねスケッチブックが多分どんどん出来上がっていくので、それを、全て同じ方にいるもいらないも気にせず送りつけます。それをですね、ハッシュタグをつけて発言してくださった方の中から、お選びして、別に面白い発言をしたとかそういうことは関係ないんですけれどもね、プレゼントになりますので、ぜひふるってじゃんじゃんとお願いします。防災対策ね、皆さんお願いしますね。ハンガーと何もしてないという方もいらっしゃるしね、飲み物の確保大事ですよね。飲み物の確保かなとかいろいろあるかと思いますので、考えつつですねお届けしていただけたらなと思います。あ、届けるのは私ですねということで、ここで早速ですが、まあ、ゲストのお二人に自己紹介をしていただいたけど、歌を歌うお二人なので、まあ、歌を歌っていただくのが一番ね良さが伝わるんじゃないかと思いますので、一曲ずつ歌っていただきたいなと思います。先に歌いたいとかありますか？順番決まる？決まってる？じゃあともちゃん、じゃあらやさん、お願いします。はい、お願いします。はい、知らなかった。教えてあげてください。では、お願いします。その手を。にょにょ、ありがとうございます。ということで、あなたの防災対策を教えてください。そして、あと何でもいいですよ。何か面白いことを思いついたらね、ぜひ発言してください。また、パルヘジアではカルタの読み札も募集しております。パルヘジアカルタの読み札、こちら、絵札には、ゲストの皆様にサインを書いていただいております。そんな読み札を募集しております。今日は有坂さんは あれ2人ともあだ2人ともあですか？あです。あですね。あですよ。あの読み札をぜひ皆さん、考えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ということで大丈夫そうですかね？はい、はい、ではお願いします。新井純平さんです。あ、そのままでという歌。今日はいつも通り
になんだか心がもどかしい。あの人は私を覚えていないだろう。会えば思い出すけど、またすぐに忘れるだろう。私はどこに生きていて、生きていない、そう思っていたっていいけど、僕は何度でも歌うよ、君は生きているって。そうなんですよ。前もラジオに出て、あの、はい、エイリーの声で胸を刺すって、言ってるんですけど、いや、エイリーっていうか、あったかいですねって言われて、あ、そうかと思って、まあ、でもそのギャップで売ってますよ。なんかすごく、あの胸を刺すのもそうですけど、なんか、そうですね、あ、なんていうの、ちゃんしっかり届く言葉で伝えてくれるから、あ、そうですか、温かいのかなみたいな。ありがとうございます。いやでも心は曲がって、あの心は曲がって、そうそう大丈夫ですよ、私も比較的曲がってる。あ、そうですか、はい、ね、曲がってるもの同士がね、そうですね、なるとまっすぐ、そうです、まさにそうですね、大丈夫です。多分あの方も比較的曲がってる。あ、そうですか、いや気が合いそうですね、気が合いそうですね。どんどんあの毒を出して、今日はそうですね、毒別な感じでね。そういうキャラだったね。じゃあ僕が引き出して、あのこっち側に、どん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 、はい、見せませんよ。ということで、大丈夫そうですか。はい、では、もう一方、ゲストシンガーソングライター、有坂智也さんのステージです。Thank you.
すべてに疲れた夜はあなたに会いたくなる。でも素直になれない。なんだか全てに疲れた夜はあなたの腕に抱かれながら眠りにつきたい。朝はまだ遠すぎて夜明けを待つには辛すぎるものが多すぎる。もういっそあなたしかいらない。しかいらない。あなたしかいらない。あなたに今抱かれたい。あなたしかいらない。なんだって強く乗り越えたい。弱音なんて吐きたくはない。でも本当は泣きたい。走り続けることだけじゃ生きれやしない。一人じゃないって感じたい。だから今はあなたしかいらない。あなたしかいらない。あなたしかいらない。大げさだね。
なんだか全てに疲れた夜はあなたに甘えたい。でも素直になれない。ああやってピアノ弾けたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな今日はですね、荒谷純平さん、有坂智代さんをお迎えしてこのクラブパラヘジアお届けしております。本日の番組テーマはあなたの防災対策はということで、送ってくださっている方もいますね。防災対策ラジオ、手回し充電のとか持ってます？うん、ヘルメットは持ってるよ。あ、防災用に、うん、防災用懐中電灯付きのヘルメット。家に置いてある。うん、ピアノの横に。あ、素晴らしい。素晴らしい、はい、すごい。あと、飲み物とかも置いてます？お家に。あ、全くです。あ、全くです。もう何もしないですね。した方がいいみたいですね。コーヒーだけ入ってます。何に？レザーに。あ、レザー。コーヒー的な。いや、あのなんかブラックのペットボトルも。あ、そうなんですね。それだけ冷蔵庫に入れてます。あと何もないです。冷蔵庫の中に。そうですね。冷蔵庫必要？小さめの冷蔵庫。そう、あの最初からついてるやつに。ね、もう何にも、もうだから人として。コーヒーがあれば生きていける。いや、そんなはずないんですけど、あの。だから人としてもう終わってるってことですね。コーヒーがもう飲んでるから大丈夫です。大丈夫ですかね。うん、いや、いい、ありますよ。確かにありますね。じゃあ何かクッキーぐらい食べていただいて。クッキー、そうですね。ブラックなんですか。ブラックと甘いドーナツとか。ああ、なるほど。甘党なんですか。甘党ですね。甘党だし、ブラック好きですし。そうですね。ともちゃんはブラック飲む。うん、飲むけど基本はカフェラテ的な感じでミルクを多めに入れますね。ジャージー。ジャージーなのかな。ジャージー。ジャージー。そうですね。ジャージーって言いますね。ジャージー押していくみたいな、ちょっと空気を。ジャージー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 牛乳的な。あ、ジャージー。あ、ジャージーって言いたかった。そっちのジャージー。ジャージー。伝わりづらい。今日はね、そうそう。教えてもらったんです。防災の日っていうのは1923年大正12年9月1日に発生した関東大震災にちなんで制定された日です。また9月1日は台風襲来が多いとされる200頭にあたり災害の備えを怠らないようにとの今信念も込められているそうなので、皆さん何もやってないという方もね、あのこれを機に何かやることをね、考えたり教えていただいたりしていけたらいいなと思います。はい、ということでございまして、それからですね、この9月、今回パラヘジア第1週目なので9月生まれの方がいらっしゃいましたら、番組の後半でバースデーソングをお届けさせていただくので、9月生まれだよという方、それからお友達でも、ご家族でももちろん大丈夫です。番組にゲスト出演いただいたアーティストの方をお祝いするということでございますので、ぜひですね、見てくださっている皆さんの中にお友達、ご自身、お友達、ご家族いらっしゃったら、そちらもタイムラインに書き込んでいただけるとありがたいなと思います。なんせね、先月はね、一人もね、帰ってくれなかったのでね、このコーナーやる意味があるのかみたいな。いや、今日はね、今日は9月多いですから、あんな誕生日。あ、本当ですか？少ないですかね。
多くないですか。いや9月は多いはずですよ。多いと思う。絶対多い。人多い。9月多いですよ。じゃあ周りに多いですか。多いです。多くないですか。でもない。9月もいないことはない。ね、もちろん。うん、なので。ぜひ多いという噂なので、はい、多いはずです、はい、ぜひですね、はい、もし一件も来なかったら、荒谷さんにこっそり書き込んでいただくということで違います。友達の名前ね。なるほど。そういう感じになっていくので、はい、ぜひね、いろいろ今日あれだね、お願いしたいなと思いますね。というわけで皆さんもぜひどしどしご参加をいただきたいなと思っております。どうかお願いします。お願いします、はい、ちなみにですね、私と有坂智代ちゃんは結構付き合いが長く、私は智代ちゃんと呼んでるんですが、私はあれは純平さん初めましてなんですよ ね、はい、すね、はい、なので何てお呼びしたらいいかなと思って、皆さん何てお呼ばれてますか。そう、純ちゃんじゅんちゃん、じゅんちゃん、最近でも最近あらやん、あらやんって言われますよ。あらやん、あらやん、すごい、あらやん、一人しか呼んでないよって、なんかこう変な声が聞こえてくるけど大丈夫ですか。あ、でもあらやんって呼ばれたい。いや、呼ばれたくはない。大丈夫ですか。一時期ちょっと浸透して、あ、そうなんですね。そう呼ぶ人もいるので、まあ普通に普通に荒谷さんとか純平さんとかで、あ、そうですか、はい、でも荒谷、荒谷がいいって、荒谷ですかって思うので、荒谷でね、今日は行きたいなと思います。了解です。え、大丈夫ですか。呼ばれたくない。じゃあ純平さん、いや、いいです、荒谷で行きましょう。荒谷で行きましょう。荒谷智也でいいですか。荒谷智也です。OK です。なんか巻き添えになってる。マッチがなんか荒谷智也で、あらやん、ともやん、やん、き、きしやん、きしやん、きしやんの、きしやんでいいですよ。まあそういうことでね、じゃああらやん、ね、はい、ともちゃん。そうですね、そんな3人でお届けしていきたいなと思いますが、せっかくなので今日ゲストに来てくださったお二人の魅力をね、引き出していけたらいいなと思いまして、お二人にですね、お聞きしたいなと思うんですけれども、この番組に出ると皆さん答えていただくような質問がございまして、今の活動を始めたきっかけ、音楽活動とかをね、始めたきっかけがあったらぜひ教えていただきたいなと思いまして、大丈夫？うん、うん、じゃあともちゃんから。はい、これね、先日おとといぐらいかな、もうライブした時に聞かれたんですけど、うん、音楽なんでやってるのって言われて、ですね、15歳ぐらいの時にですね、初めて褒められたのが歌だったんですよね、うん、でそっからわーいっていう感じでこう調子に乗って歌にのめり込んでって、うんうん、で今音楽続けてる感じです。ピアノは？ピアノはね、お母さんがねピアノの先生だったので、うんうん、まあ、やってはいたんですけれども、まあ、そんな好きじゃなかったから、うんうん、もう小学校6年生ぐらいでもやめちゃってて、うんうん、ずっとタッチはしてなかったですね。私が出会ったの時は弾いてなかったよね。そう、 10代ぐらい、ね、10代ぐらいね。それこそね、エイリーでしたよ。それこそエイリーだった、ね、大人になったね、よく言われる。そう、その時は性格がってこと、それも、うん、まず目つきが結構でしたね。便利でした、うん、はい、喋れなかったですね。私も人見知りなので、喋らないと相当目つきが悪いんですけど。若い頃、はい、今日凶悪だ ね、金メッシュとかね、入ってた、高校生の時は。メッシュ、金メッシュをこう入れて、なんか高校生、そうですね、ちょっとこうやばい、声にならない驚きが。大丈夫ですか。若気もいたり、都会の高校生やったら違うね。都会の高校生、青森で、青森の高校生はそんな人はいなかったと思います。分かんないですけど。じゃあ荒谷さん、荒谷さんになっちゃった。荒谷、荒谷は音楽を始めたきっかけ、活動を始めたきっかけは、そうですね、最初はどこのきっかけ、うん、音楽自体は
ピアノ、習わされてみたいな感じで、習い事とかいろいろ。いくつぐらいからですか？6歳。でもまあその時に練習してたらね、もっと弾けたんですけど。分かる、その気持ちね、分かります。そうですね、それでまあ中学になったら吹奏楽部入ったりとか。それは何を？まあ、クラリネットですね。すごい。まあでずっともうなんかこうその頃から音楽じゃないと嫌だみたいなのがあって、で高校はロックバンドやってたんですけど、あのシャウトしてもギターボーカルで、なんでも何でもできますね。まあでもできるっていうほどじゃなくて、あのそれでシャウトしまくって、JK 耳塞がかせてましたね。それこそエイリー、エイリーで、そうですね、シャウトして、で、でもなんかこう音楽で行くんだったらどうしたらいいのかなって言った時に、あの音楽大学行けばやっぱり筋道がちゃんとしてるかなって思って、はい、でクラリネットで、あの、そうなんですね。そうですね。で行って、でまあ、あの音楽大学ってすごい特殊な場所で、もういろいろあの絶望して、あの下ばっか向いて、あのなんかそういう話誰かも言ってたなって思って、あるあるかもしれないですね。そうで、あのいろいろ感情吐き出す。ともちゃんもそう。ともちゃん学校中音大ですか？音大は行ってない。そうですね、そういう感じで、その時のいろいろたまりにたまったこの人間関係とか、はい、あのね、何が友達なんだよみたいなことを、あの爆発させた時に、あの一番手っ取り早く始めたのがあのピアノ弾き語りってだけで、でそこからやっぱこういう、今もクラリネットとかも全くです。吹かないんですね。全くです。全くダメです。吹いたらね、きっとすごい似合いそう。でもやっぱりいや、ないですよ、全く。ピアノの弾き語りはどのくらい？ピアノ3、4年。あ、そうなんですかね。4年。ともちゃんはどのくらい？私は再開してから結構やってるんじゃないかな、6なんか全然違う感じの境遇がね、わーいって思った人と何クソって、わーい、どういうことですか？褒められて、褒められたからわーいと思ってやった。そうですね、そういうなんか復讐心でこの野郎クソ野郎みたいな。今もそうですか？どうですかね。今はそうでもない。今はやっぱりそうですね、あのちょっとはいろいろ許せて来てるのかなって思います。なんか結構営利系の人が音楽活動を続けていくうちに、もう愛されるじゃないですか、お客さん、素敵な、もう素晴らしい人たちみたいに出会って、だんだん丸くなっていく現象があるらしい。いや、それありますね。あの、あります。本当に。でも音楽やってる人ってきっとそれこそちょっとどこか孤独な人が多いような気がするので、そうですね、あの前向きな秘宝こもりが集まってる。あ、確かに前向きな引きこもりが、ね、どこかすごい前向きで、そうですね、引きこもりで一人でいたいんだけど、あの寂しがりやってる、ね、そうなんですよ。そうなんです。あるある、わかります。私もそうです。誰もよ近寄ってくるなって言いながら、あの、はい、愛されたいんですよ、僕たちは。そうですね、愛されたくてしょうがない。そんな3人が集まってあります。3人どころの騒ぎじゃないですけれどもね。そうですね、だからなんか、より、あのやっぱり愛を持ってくださってる方が聞いてくれるじゃないですか、どうしたって。そうですね、だからそれにいろいろいっぱいたくさん返したいなって思うので、ね、だから、はい、自分から発する感情もね、やっぱりこの野郎よりも、あのね、なんかちょっとあの言うのも臭いですけども、ありがとうみたいな感じに変わってきますよね、やっぱり。ちょっと恥ずかしいんですけどね。恥ずかしいです。そんなこと言うの。目つきが優しくなっちゃった。やっぱり今すごく心の底からありがとうがにじみ出ていた。いや、恥ずかしいですね。恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい、うん。恥ずかしくないですよ。そうですかね。いや、もう汗が止まんないですよ。全然。でもそういう気持ち、やっぱり言葉にするのって、恥ずかしかったりとか言いづらいことを歌にして歌っていけるっていうのはすごく幸せなことだなっていうふうに思っているんですけれども、ちなみに
今の自分を構成する三大要素というものがあるとしたら何かありますか？ありますか？三大要素、うん、私は多分この番組に出た時は何て言ったんだろう、まあ、音楽とアイスとアイス、うん、アイスクリームは大好きで、はい、糖分がないと生きていけないんですけど、あの僕あの季節外れっていう曲があるんですけど、はい、で季節外れのアイスクリーム冷えた心が凍るよっていう歌がありまして、で真冬にあのストリートでみんなに外でブルブル震えながらアイスを食べる、アイスを食べるんですよ。それはアレアンがおい食べろよっていうのか、それとも皆さんがあのいやどうですかね、あの半分強制してます。あ、半分強制して食べよっかとは言いますけど、あ、うん、それとはみんなやっぱり優しいから食べてくださいそう優しい、そう優しいから食べてください。でもあの真冬にその外でサーミーアホだなって食うじゃないですか、うん、その後の帰りももう本当ポッカポカなんですよ。心が温かくなってきた。本当に本当にやってみてください。絶対やってみます。そうなんですよ、やっぱり体がやっぱりね燃える、あのね寒いものがあの時に入るからもうね、もうより抵抗してそうですよ。なるほど、もう帰りはもう健康みたいになってきた ねちょっと今年の冬が楽しみね。やってみよう、ね、やってみます、うん、もう最近寒いですからね、うんうん、そうですね。いやでもこんなもん、こんなもんじゃない、もうマイナスのね、そうです、マイナス寒さに強いですね。そうですよね、そうですよ、青森ですね、そうですよ。やっともうこの時期が来たかと思ってますから。アイスの季節が来たなと。アイスというかもう夏が、もう夏がもうどうやって本当に生きるのがしんどくて、そうですよね。汗あの止めちゃいました、ね。あ、全然大丈夫です。もうねもう一個思いついてなかったから逆に良かったな。そうですか。ありがたいなと、むしろ考えてるから。はい、わかった。はい、じゃあ、ともちゃん、はい、もう一個、あ、そうだ、もう一個、何もう一個、あ、でも思い出せない、いいんですか、それで、うん、いいんですか、それでいいんですか、大丈夫、ちょっと下ダメ、3つ言わないと、なんかな、やっぱり、あの、寂しいなって思う気持ちが結構私、寂しいとか、それこそ、なんだろ、この野郎っていう気持ちがないと、多分私、生きてないだろうなって思います。じゃあ復讐心復讐心はないけど、音楽とアイスと虚無感とか、虚無感、なんかね、そういうのはありますね。寂しいから生きてる、寂しさ、なるほど、寂しいが嫌なんです。寂しい、そう、かわいそう。はい、どうぞ音楽、うん、音楽、肉、うん、そしてなんだ、肉、宇宙か、うん、肉好きなんだよね。肉はね、やっぱり米より肉です。米より肉、はい、米より肉、うん、すごい肉食だよね、うん、肉は大好き。なんか肉を食べてないと、もうなんか命が危険みたいな、わかる、こう弱っていく感じが。アメリカ行ってきた時、行ってた時って、はい、肉はどんな肉だ。もうあの分厚い、なんかあの豚バラみたいな薄いのないんですよね、基本的に。なので豚のもう今後3センチ2センチぐらいのを普通にフライパンで焼いて胡椒かけてソテー的な、そうですね、とか牛豚鶏だったら鶏、あー豚ですね、もっぱら豚食べてましたね。あ、そうなんだ、牛のイメージ。お店に行くとそれこそ牛ステーキとかは、うん、ともちゃん、あれ去年、うん、一昨年になる？そう、去年帰ってきたから一昨年から。今年の夏から1年間。そう。1年ちょっと。音楽留学的な。あ、そうですね。もうはそうそうそう。音楽学校行ったことなかったんで、もうそれが初めてみたいな感じ。まさか、え、あのハーバードとか。どう？音楽。天才、天才、適当に、適当に適当に言いました。そうで、肉は肉、そうなんだ、うん、豚なんだね。でも美味しいよね。え、基本じゃ日本でも豚食べるの好き？昔は牛派だったんですよ。もう牛でしょっていう感じで、牛以外食べなかったんですけれども、ある時、うん、あの牛肉じ
よりも豚肉、豚しゃぶの美味しさに気づいて、うん、そこから豚に切り替え、牛って結構値段に比例して美味しかったり美味しくなかったりみたいなあるんですけど、ね、豚はそういうのがない。豚は万能だよね。 そう、しかもなんかビタミンあるよみたいな感じで、疲れが一番抜ける気がする、うん、牛丼より豚丼の方が美味しいですよね。美味しいですよね。ですよね。美味しいです。美味しいですよ、ね、美味しいですよ。牛丼ってパサパサしてますよね。うん。いや、あれ、それなりの肉だからね。牛丼屋さんの牛丼。そうですね、うん。なんかパサパサして、あれをなんでメインで置くのかなって、いつも思いますよ、うん。牛丼屋さんの豚丼の豚はパサパサしてない。いや、めっちゃ美味しいよ。うまいですよ。塩、だいたい塩豚みたいな、あ、ネギ塩みたいな、いや結構細い、いやもう何でも厚くても薄くても美味しいんですよ、豚丼は。ネギ塩、牛丼の牛はめっちゃ薄いじゃないですか。でパサパサしてるじゃないですか。なんかそれよりは、あ、でもあれ詰まるんですよ、ね、あれですよ、あの、うん、私は何でも美味しくいただきます。そう、アピールですか。アピールです。いい人アピールちょっとしとかない。そう、牛丼とかね。で、宇宙、宇宙、宇宙、なんていう、宇宙かどうか分かんないですけど、うん、こう自分には及ばない何か大きな力みたいなのを常に感じてるから、うんうんうん、まあ、例えるなら宇宙かなと思って。なるほどね、うん、宇宙ってすごいです ね、ありません、なんか自分ね、自分の力では世界とかだったら、あ、でも私宇宙、うん、宇宙っていう規模に、宇宙、星とか空は好きだけど、うんうん、宇宙はあんま詳しくないけど、でも歴史のなんか私お城が大好きなんですけど、お城がないと多分今頃生きてないかもしれないね。なのでもあの夜空とか見てる時に、うん、あのなんか宇宙的な空間になんか吸い込まれるような、うんうん、なんか落ちていくような感覚ってあるじゃないですか。ありますよね。引き込まれていくみたいな。なんかあの感覚、そういう感覚ですよね。そういう、なんかそれをずっとなんか感じながら生きてる気がします。うんうんうん、共感してくれた。共感してくれた。優しいです。優しいですね。じゃあ、アラガンの三大要素。はい。僕は、はい、そうだ、絶望と、はい、暗闇と、はい、優しさです。あ、絶望、暗闇、優しさ、そうですが三大要素。そうです。絶望、今もありますか？絶望ありますよ。絶望と暗闇ってどういう風に違う？いや、もう家で僕はあの電気つけると落ち着かないんですよ。あ、真っ暗、真っ暗、もう日当たりも悪くて僕の部屋ってジチメチメしてる感じ。そう、朝もあの真っ暗で、もう電気つけるともう眩しいってなって、もうダメなんです。こういう電気でもダメです。もうダメですね。今結構眩しいね。もう汗止まんなくて、もう太陽が怖いし、太陽が怖いし、でも完全に吸血鬼、吸血鬼かもしれない。そうなんですよ。でもステージ上のライトとかは大丈夫です。わ、でも結構燃えてます。だから逆に燃えちゃう、うん、それで逆にやっぱり違うあれが出るんですね。そうですね、うん、暗闇なんですね。暗闇です。暗闇、お風呂とか入るときも暗闇？いや、さすがに、ね、あ、違うんだ。ご飯食べるときも電気はつけますね。あ、つけます。あ、よかった。見えないと美味しくないですからね。一回でもお風呂とかって、あ、ごめんなさいね、いいです、大丈夫ですよ。いや、つけて食べてわざわざ消します。あ、そうなんですか。そうですよ。へえ。消した後何するんですか？いや、何もしない。本読むときはあのつけます。つけて、テレビは？テレビないです。ああ、なるほど。そうなんですね。そうですね。へえ。どうぞどうぞ。あ、いや、お風呂の電球が切れたときに暗闇で入ったんですけど、はい、やっぱりね、すごく、なんだろう、逆に面白かったですけどね。で、なんかろうそくをこう、うん、真っ暗、真っ暗、うん、真っ暗で入りました。真っ暗でも、お手洗いは暗闇嫌ですね。そうですね、いろいろ怖い、うん、かもね。でも、お風呂はなんか、あ、私目が悪いので別に明るかろうが暗かろうが何も見えないんですよ。そういうのもあるけど、なんかちょっとでも違う体験ができるような気がした。水の音だけみたい
あ、そう、それはありますね。確かにちょっと楽しいなって思ったんですが、そうそう、今日の面白いハッシュタグなんですけど、はい、アライアン、トムヤン、キシアンということでね、アライアン、トムヤン、キシアン、トムヤンだけ名前、名前から、ね、そうですね、ちょっと失敗しましたね。じゃあペイヤン、ペイヤン、ペイヤン、いや、あの、そこじゃなくて、そっちじゃなくてあの、アラヤンとキシヤンは、あの、名字から名字ですよね。トモヤンだけ、あの、名前から取ってるじゃん。だから、アリアンってアリアン、アリアン、それアリアンみたいな、キシヤン、アリアン、まあ、それは、ね、まあ、それはいいか、うん、アラヤン、アラヤン、トモヤン、キシヤン、うん、というハッシュタグをつけて、防災対策ですとか、9月生まれの方の、それからカルタですね、カルタの読み札なんかも、送っていただきたいなと思います。あ、まだ9月 の、 あの誕生日は書き込まれてないですね。ね、ありました、あれはリパパさんの弟さんが使うのです。あ、おー、じゃあこれで僕は言わなくていいわけですね。そうですね、そうですね、オッケー。でも一人だと一人だとちょっとそう、そういうことなんですが、お二人の、三大要素を聞いたところで、岸のり子のこの MC 持ち込み企画というのがございまして、何の説明もしてないんですが、今お二人に話しましてね、大変かわいそうな感じで行きたいなと思いますよ。それではですね、タイトルコールしようと思います。いきます。岸のり子の夏休みはもう終わったんだけど絵日記でしょう。拍手ありがとうございます。ということでですね、お二人絵は描きますか？あんま描かないですね。描かない、多分一番下手くそだと思います。本当ですか？世界で一番下手くそ。世界で、世界で絶望的ですね。そうですね大丈夫、世界で、まあ、絵心でどうにか、はい、絵心対決、あ、絵心対決ね、岸のり子の絵もなかなかですよ。そうなんですか、はい、いいです、私は比較的そうですか、はい、あの夏休みが、まあ、今日から学校、最近の学校は8月終わりからね、あるようなんですけれども、まあ、絵日記とかって宿題でやったりしましたか？1年生、2年生とかですね。アジサイの、そうそうそう、あ、観察日記とか、うん、朝顔かな。いや、今日は家族であのどこどこ行きましたみたいな。そうそうそう、あ、そうか、それかかね、そう、そういうのとかを何ページ書いてきなさいってやつ。そうです、そうです、そうね、あの私、天気予報、なんか天気図を書き、なんかなんていうの、書かなきゃいけない、新聞を切り取ってなんかコメントをしなさいみたいなやつをやった時に、あのやらなかったんですよ、それを、うん、で1週間分ぐらい集めなきゃいけなかったけど、なくて、あの犬がトイレしちゃいましたって言って3日間分ぐらい、まあ嘘なんですけど、あのあ、できてないから、できてないから、その3日間は犬のトイレに新聞がなっちゃってありませんって言って、先生がワンちゃんを責めないであげてねっていうコメントをくれて、胸が痛んで、未だに覚えています。嘘はつくもんじゃないなって思って、未だに覚えている思い出がありますが、ですね、このカゴの中にボールが入っていて、いろいろとですね、あの、書いてあるんですね。例えば、この夏やり残したこととか、そういうのが書いてあるので、それを引いたものを絵日記で表していただきたいなと思っておりまして、じゃあ絵を描いて、絵を描いて、はい、文字も描くみたいな感じで、したお届けさせていただきたいなと思います。なのでお一人ずつボールを引いてください。じゃん。2015夏一番嬉しかったこと。2015一番嬉しかったこと夏。じゃあアラヤン、じゃん。今までのライブでの失敗談。今までのライブでの失敗談、何かあれば。全然思いつかなかったら言ってくださいね。失敗談か。
え、なんだろう、ライブはライブ中、そのライブの、ライブ中でも何でも好きでも、うん、大丈夫です。自分は弾かないんだ。自分は弾かないですよ。あ、弾きますか？弾かないですよ、ドヤ顔ずっと。え、ずっとね、弾かないでね、そうだ、書いてたんです。なんだどうしてたんだ。あ、そうかそうか、はい、書いてもらってる間にね、書いてたんですけど。失敗なんか。じゃあ、あ、でもこれはまあ面白くない。じゃあ弾き直そうか。あ、あった弾き切ったな。将来の夢。おー、じゃあこれ絵日記か。絵でどうやって説明するの？ちなみにね、私が書いてた絵日記は最近の話、最近の日記を書いて。参考にしていいですか？いいですよ。私の絵はこんな感じです。なかなかですね。変えなかった、ね、最近の。そんなシンプルでいいんですね。いいんですよ。すごいね、マジでたくさん。あれ、これ普通に絵日記？普通の絵日記を書いたんですが、夏の終わりがもう早くて、もう寒いんで、夏の楽しいこと何もできなかったので、今年の夏は流しそうめんしてないんだ。してないんです。あら、流しそうめんも花火もできなかったですね。見にも行けなかったし、なんかどんどん先月やればよかったね。そうですね、せっかく流しそうめんグッズ持ってる方がねいらしてくださって。あらららら、ちょっと仕込みが失敗してる。むしろそうめんを食べてないです。あら、はい、そうめんとか冷やし中華とか食べてない。なんか何やってるの？そこは何やってる？でもこれ、こういうこと小学生の時よくありました。匂って水ピュッてやるの？ちょっと熱じゃなくて臭い。なんか不思議な、うん、なんだろうね、珍しいマジックの、ね、っていうか不思議な絵面だったけど、なんかこうやってる。そうそう、なかなかない。そう、なので、あの夜中に2日間連続でラーメン屋さんに行って、あ、1人ではないですけど、みんなで。で、2日間なんか間違えて担々麺を頼んじゃったんですね。ラーメン、担々麺と餃子と、1日目は担々麺と餃子とレバニラとご飯、白ご飯食べて速攻寝たんですよ。で、また翌日担々麺と餃子とじゃあ、あの関東麺って言ったら担々麺出てきちゃったんですよね。でもまあ多分私の発音が悪かったんだなと思って食べて、あのその日も帰ってすぐ寝たんですけど、なんか悪いことをしているような、体に悪いことをしているなって思う時って逆になんかちょっとワクワクしなんか、あ、ちょっと今日悪いことした、飲みすぎたとか、なのにもうすぐ寝ちゃうんだからねみたいなありますよね。なあ、嬉しい、共感していただいて。そう、なんかそういうのを夏の終わりになんかできたのが、夏だからこそ夜こう、あの行ってできたのがちょっと良かったな、楽しかったなっていう寂しい夏なのっていうね、思い出なんですけど、そんなことをしたりとかして。将来の夢の絵日記って難しいですね。自分で描いたはいいけど、将来の夢はね、何がいいかな、いっぱいあるんですよ私。でもあれかな、あ、でもちょっとやめた方がいいかな。将来の夢って小さい時から皆さん変わってないですかね。変わってるのかな。普通は変わるで、変わりますかね。変わります。私変わってないですよ、うん、あ、でも小さい時はアイドルになりたかったのでちょっと変わりましたけどね。でも歌を歌いたいっていうのはずっと変わらないですけど、で小さい時はあの、なんだろう、あんまりただきらびやかにできればいいなと思ってたんですけど、だから曲を作るとかは思ってなかったですけどね。今は自分の曲が売れたらいいなと思ってますけどね。そんなわけでみんながねしっかり書いてくれてるので、ちょっと防災対策とかも読もうかなと思って。結構いっぱい書いて、はい、何もしてないという方もいらっしゃいますが、でも、カバンにいつも実家の電話番号と母の携帯番号とか書いてある手帳を持ち歩いています。大事大事大事ですよね。連絡先みんな入れてますか？私もお財布に入ってます。
あの防災ではないかもしれないですけど、いつ事故るかわからないので、私不注意なので、なので私に何かがあった時はここに電話してくださいっていう紙を入れてます。結構生傷絶えないんですよね。生傷絶えないんですよ。で、あの車の運転をしたいんですけど、免許は持ってる？持ってます。ゴールデンですよ。使ってないからね。使ってないからね。なのでみんなに本当に必死に止められてるんですけど、すごい今回るかも、うんって言われ、あの洗車クラスの方、走行がつい車だったらみんなどいてくれるやつみたいな。そうなんですよ。あのもうね、撮ってからもすごい長くて、なので撮ってから3回ぐらいしか道を走ってないので、多分やめた方がいい。それでゴールドですからね、やった方がいいんでしょうけど、夢は車を買うことです。はい、近々の夢は車を買うことなんですけどね。みんなに本当にやめてって言われてます。え、逆に車でどっか行きたいとかっていうのはあるわけじゃないですか？あ、でも普通にライブとかするときに、私荷物が多いのもあるんですけど、あとは車をはもう本当にとにかく自分が好きなものしか置きたくないなと思って、自分の部屋みたいにして、もう可愛いものだけを置いて、そうです、なんかその中で一日中歌っていた。車の中で覚えて歌えるから。そうそうそう、ちょっと棒みたいな感じになるので、なんだったら鍵盤も置けるような、こうなんかいいですよね、改造して、はい、そういうことをしたい。でもいましたよ、遠征途中で乗せてもらってた車の中で鍵盤で練習してた、ポンポンコツ1号が、あ、ポンポツ1号が、ポンポンコツ1号、はい、私ポンコツ3号なんですけど、ポンコツ1号が、はい、すごいですよねっていう逸話を聞きましたけど、この番組をご覧の方はこうアーカイブとか辿っていただくと、ポンコツ1号が誰かっていうのがちょっとわかると思うんですけど、あ、昨日も今日来てましたね。あ、そうなんですね。ポンコツ1号、そうか。でも彼女だから甘え上手なんですね。だと思う。それでも運転してた島なんとかさんに結構こう、うん、なんだよみたいなこと言われたみたいな。いいな、そういうことができる女子は可愛いですよね。可愛くない。いや、もうだからダメダメって周りから認められちゃってる感じでしょ。ダメって認められるっていいですよね。いいんだそれ。いいと思う。いい、私だからポンコツって言ってくれる人大好きですもん。でも喋れ、何もしない、何も喋らないと結構 、はい、できる感じで見られる方でしょ、どっちかっていうと。いや、そうなんです、外面がね、割とそうです。割としっかり者に最初見られるんですよ。で絶対 A 型って聞かれるんですよ。3回会うと O 型に変わります、ね。ポンコツ1号も昨日同じこと言ってだってそうですよ、ポンコツ1号と会った時は絶対この子すごい真面目な子だなと思って、うん、私大丈夫かなと思ったら、あれ結構同じ匂いがすると思いましたもん。というわけで終わったかな、はい、お二人が、ね、一生懸命書いてくださって、まだ書いてる、はい、優しいからね、一生懸命書いてくださってるんですけど、防災対策はリートルのペットボトルを数本常時在庫、バッテリー蛍光灯付き FM ラジオ、素晴らしいですね。本棚とかに突っ張り棒をつけたりとか、あ、大事ですよね、倒れてこないようにする。手回し発電の懐中電灯を持っている、大事大事、皆さん偉いですね。バキは、あ、リュウセツさん、9月の、あ、そうなんだ、リュウセツさんおめでとうございます。そうだ、伊達政宗だって。しゃ、できた。はい。あ、
できた。いけた。うん、いいですね。それではですね、じゃあともちゃんからいきましょうか。はい。2015年夏一番嬉しかったこと。はい。じゃじゃん。お。見えてる？見えてる見えてる。今年の夏は本当にたくさん歌う仕事に恵まれました。普通ですみません。日記に誤りを入れる。絵の方をちょっとがっつり。はい。これはどういう？これはですね、有楽町でビアガーデンのジャズの仕事をずっとやってまして、かっこいい。それの映像です。うん。すごく眺めが良くて気持ちいい場所。自分から見た。あ、そうですね。東京の駅とか、あと JR の全線が見えたりとか、あと国際フォーラムが見えたりとか、本当に綺麗なところで歌わせてもらい、おとといはディナーショーワンマンライブを無事に終え、改めて音楽って大好きだな、そして音楽を通じて出会えた人たちにありがとうという気持ちでいっぱいになりました。でも本当に普通の何にも面白いところないんですけど、割とガチなブログか、はい、でもこういうことが書けるようになった自分は結構な成長だなっていう部分もありますけども、はい、もうたまにこうなんかお母さんみたいな感じになっちゃうんですけど、お母さんまではいかないけど、なんか私いつもそうかそうかってよかったねって見てしまうんですが、はい、普通ですいませんが、はい、素敵な夏の思い出が素敵でした、うん、楽しかったです。本当にもう8月終わったから終わった、あ、9月いっぱいまで行かせてもらいます。有楽町ですね、東京交通会館という、はい、ビルの13階に、うんうんうん、はい、毎日じゃないですか。毎日じゃないですね、月10本ぐらい歌ってて、うんうんうん、はい、ビアガーデン基本週末なの？いや、基本私たちは平日しか予定が合わないので、なるほど、はい、でも平日、有楽町は平日もたくさん人が、ね、そうですね、平日も、はい、ぜひよかったらぜひね、はい、またちょっと暖かくなるといい、ね、そうですね、今寒いから、ね、からビアガーデン寒いけど、うん、ぜひ皆さんもともちゃんの絵日記の一員になっていただけたらなと思います。それではあらやん、今までのライブでの一番失敗談、はい、お願いします。ちょっと映画大丈夫なのか、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。あ、大丈夫です、わかります、わかります、わかる、大丈夫。ですね、おとといのライブのことで、おととい青森の弘前でライブだったんですけど、弘前のオレンジカウンティでライブでした、はい、僕の出番の後にバンドが続いていて、お客さんにこれから大きな音出るバンドが続くんですよねみたいな感じで言って、うん、まあ、やっぱりちょっと結構本当にハードなバンドが続いたので、ちょっとそういうライブに慣れてないお客さんが結構いたのでちょっと帰っちゃったんですよね、はい、でそれで、最後のバンドの MC で大きな音とかそういうこと言ってる人いたけど大きな音とか でもライバーズは関係ないんだよと MC でネタにされてしまいましたと。いやごめんなさいごめんなさいごめんなさいっていう。なるほどね。いやーしまったと思って。この本人すごい、あーと余計なこと言っちゃったみたいな。そうですね。気分になった。はい。それはなんですよ。いやーもうちょっときますね。ちょっときますよね。いやー申し訳ない。お客さんとか別に言った本人たちは別に何とも思ってなくても。そうなんですよ。あ、俺のことだよね。そうなんすよ。やばいみたいな。あって思って。それはその方たちが終わった後ご挨拶とか。いやちょっと言えなくて、普通に乾杯みたいな、お疲れ様ですみたいな感じで。ああでもそういう、あ、じゃあよかった。なんかまあ向こうはどう思って、その笑顔はどうなのかなと思いながら、ま、乾杯って。怖いなって思いながら。怒ってんのかな。いやまあでもそうですね。僕がそっちの立場だったらそう思うだろうなって思いながら、うん、なるほど、はい、
まあでもね、うん、人の気持ち、いやそうなんですよ、ね、まあでもちょっと僕としてはあの結構インストアライブとかで、はい、あの来てくれるようになったお客さんなので、うんうん、あのやっぱりライブハウスってやっぱりちょっと慣れてないんじゃないですか、そうですね、はい、でそういうのもちょっと僕なりに気遣ってちょっとあの大丈夫かなっていうのもあって、そう前半が弾き語りが続いて後半がバンドっていう感じだったので、やってしまったっていう感じで す、ね、本人の中ではいやもうここでもうちょっとあのごめんなさいという気持ちが伝われば、はい、思います。伝わりました。マシャ、なんか今まで、うんうん、あのライブの失敗というよりも懺悔みたいな、じゃないですか。ね、ありがとうございます。いやいやいや、そんな、このお二人の、ね、日記もね、あとでプレゼントとしてお送りさせていただきます。これは絵日記として大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。私の絵日記も、ね、絵心ありますか？絵心ある。大丈夫。マジ？大丈夫ですよ。本当？いや大丈夫ですよっていう記者に言われてもな、そうですよね、この絵心のやつそりゃそう、そりゃそうでした。そんなわけで、こんなコーナーを終えさせていただいたところで、いろんなお話をお伺いできて、よりねお二人のことがちょっと分かってきた、あこんなところで歌が聴きたいなっていうところじゃないかなと思うので、またですね、お二人にステージを披露していただけたらなと思うんですが、順番決まってる？逆回し。じゃあともちゃんからお届けしていただこうかなと思います。皆さんですね、ハッシュタグはあらやんともやんきしやんでございます。プレゼントございますので、ぜひですね、9月生まれの方、カルタの読み札あかな。それから、あなたの防災対策などね書いていただきたいなと。9月生まれはちょろっと来てますね。ちょろちょろ来てます。ちょろちょろ来てます。で、あのやつが来てないですね。そう、あのやつ来てないんでね。あ、来週ビアガーデン行きます。カルタ。お、いいね。じゃあいい、いいな、ビアガーデン。すごい、待ってます。ね、ビアガーデン、私も行きたいよ。一人の。うん。ビール最近飲めるようになってきたから。はい。ビールは。あの好きじゃないけど行きたいですね。あ、いいですよね。行きたいですよね。絶対ビールは。え、夜何時ぐらいまで？夜の10時までですね。ステージが6時と7時と8時半の3ステージです。なるほど。ちょっと見てみよう。じゃあ、大丈夫そうですか？はい。はい、ではお願いします。何にしよう。サインという曲。目と目が合う、そらさないで、もう少し。キス、グラス越しに重なり合う唇。二人だけの秘密のサイン。この胸を熱くする、見つめ合って触れ合って、このままで終わらないで、シャラララララ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 、感じ合って求め合って、この時が続けばいい、シャラララララ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 、来れば溶ける魔法、もう少し。 Close
封じ込めたいあなたをもう逃がさない。青く染まる心は霊この胸に降り注ぐ惚れ合って濡れ合って確かめて抱きしめるシャラララ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 感じ合って求め合って溶け合って逃げ去りたいシャラララ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 注ぐ願いなんてどこにもないそれでもいい終わらないでシャラララ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 感じ合って求め合ってこの時が続けばいいシャラララ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 。ありがとうございます。もう一曲歌います。次はですね、背景神様という曲を歌いたいと思います。君と僕の合鍵というアルバムの中に入っている曲です。最近よく歌っているんですけれども、めちゃめちゃしんどかった時にできた曲です。背景神様っていう曲。ぼっち窓の外見てた。あれも嫌だこれも嫌だって カーテン閉めたら心が楽になった。あの子の涙雨が窓を叩いて眠れやしない夜、あいつの輝きが眩しすぎて黒い影を作る。惜しくない何を失っても、もう傷つくことはない。そんな風に強がって見ても、前よりもっと寂しく
空の下にあるのですか。悲しみを遠ざけると幸せまで遠くなる。涙流しても傷ついても傷つくと分かっていても、窓の向こうへ行こうとするんだ。愛を手に入れるために、心ない言葉の矢が胸に刺さって、好き痛いけど僕はもうカーテンは閉めない。繰り返さない、失いたくない、傷つくことはもう恐れない。何度だって手を伸ばすんだ。かけがえない未来、ありがとうございます。はい、有坂智代さんの素敵なステージお届けいたしました。ではアライアン、はい、準備をお願いします。はい、いいですね。いいね、サインと背景神様という曲でジャジーにしっとりとお届けしていただきましてありがとうございます。背景神様は何年前ぐらいの曲？2013年に発売したのでだいぶ前ですね。2、3年前、うん、サインの方が新しい、うんね、あなたしかいらないとかサインは最近作った曲ですね。いい曲がたくさんあるのでぜひ聴いてください。大丈夫そうかな。
素晴らしく儚いという歌を歌います。
どうもありがとうございます。では次は、今目の前で、聞いてくれる皆さんとこの、今ユーストリーム見てくれているあなたと、見れなくても思いだけでも、僕の歌を聴いてくれたり、送ってくれるあなたに全てに向けて、歌います。つなぐ歌。この歌
どうもありがとうございます。ありがとうございます。あれは純平さんの素敵な2曲をお届けしまして、していただきまして、キスのりこも歌わせていただくため席を外します。ここからはお二人がつないでください。無茶ぶり、はい、任せてください。アラヤンが頼もしくなりましたので、アラヤンについていきたいと思います。ついていく力出てきた。アラヤ君だ。藤丸さん、青森の方ですよね。あ、へそうね、お友達？お友達じゃないです。お友達じゃないですって。あ、なんていうこと言わせてしまった。ちょっと青森の、ここで会ったんですよ。ここのライブで。東京にもちょいちょい出てくる。あ、そうなんです。青森の方。いやいや、どうもどうも。わお。あの有坂さんってもしかしてニーナシモンとか。ニーナシモン聞きますよ。聞きますよね、はい、あれジャズ聞くんですか。いや、ジャズ聞きますよ。あ、そうなんですね。聞きます聞きます。ニーナシモン好きなので、あのニーナシモンのなんか思わせられるような本当ですか。ニーナシモンのあのピアノと声だけの、 あの一発撮りのアルバムがありまして、めちゃくちゃいいんですよあれ。意外。結構ねミスってるんですよねあれね、ピアノ変なとこ押したりとかしてて、それが味になって、そのままそうなんですよね、そういうの多いですよね、海外版とかってね。ニ、ね、うん、ーナシもいろいろバンドのアルバムとかいっぱいあるんですけど、かなり癖のある、あのピアノのね、あの1曲目がめちゃくちゃいいんですよ。曲名は覚えてます？覚えてないです。あ、そうなんだ。てでんててんててれててんててれんてんって始まるんですけど、あ、分かんなかった。いや、いいですよ。ありがとうございます。いやいや、嬉しい。いやいや、あ、なんかすごいね、準備できてるよって視線を。いや、盛り上がってるなと思って。ありがとうございます。後で一緒に盛り上がる。はい、任せた甲斐がありました。ありがとうございます。それでは、曲をお届けしたいなと思います。おにぎりという曲を聴いてください。私を愛してくれる人がぽつりつぶやいた。愛する人を失った涙、ずっと消えないと。そっか、あなたは私じゃなくて愛してた人を、この体に移してるんだね。今頃わかった、こんなこと言い分かりきれないの。
けてくれる思い、抱きしめていたい。おにぎりみたいな胸の使えを、誰よりも食いしん坊な私にください。悲しいほど美しい愛をもらってた。あなたの触れてきたすべてを守ってあげたい。私は生きてる。あなたと生きてく。お聞きいただきまして、ましてましてまして、ここでこの番組最初にですね、9月生まれのお友達、9月生まれのお友達、この歌知ってます？知らない。え、有名じゃない。みんな出てきて踊ろうよ、タララッタ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 ララッタ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 ッっていうね、あの歌、幼稚園ぐらいの時から私歌わされてたんですが9月生まれの方にバースデーソングをお届けしようということで、歌ってみんなで歌うので、あのお名前を読み上げていただこうかな。じゃあみんなであみんな多分ほいですよね。うん、なんとかさ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 ん、そう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 、じゃあ読み上げてくださいって言ったら読み上げ出してください。無茶ぶりだ。アバウト。9月生まれ、私の手元には何もないのでね、お二人にお任せします。え、はい、一緒に、一緒に、その時だけこっちに来て、あ、そっちに行って、あ、わかりました。そっちの感じで。そうします。いいですか？大丈夫です。ではお届けしたいなと思います。9月生まれのあなたにお届けします、バースデーソング。
僕らの旅は始まったんだ。辛い時はそう思い切り泣いて、また旅を続けよう。青い空が見れること、一緒に喜び合おう。 Happy Birthday Song 君に届けよう。素敵なときめき集めて、 Happy Birthday Song、 ここに君がいる、何より大切なことなんだ。じゃあここで9月生まれの皆さんを読み上げたいと思いますので、私もそちらに行きますね。じゃあお願いします。はい、こんな感じでいいの？はい、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ9月生まれの方、はい、せーの、青木沙織さん、丸木美香さん、上村かなえさん、ひとみりりべりさん、小葉そろさん、てるみさん、みやこさん、高橋涼子さん、土田さと子さん、大野ゆい子さん、大野ゆい子さん、北野よしのりさん、石川ゆか子さん、矢田子さん、で、こっちが視聴者の関係者の皆さん、ワリパパさんの弟さん、龍雪さん、伊達政宗さん、マジか、八木下綾子さん、綾子さん、ハッピーバースデーソング、君に届けよう。素敵なときめき集めて、ハッピーバースデーソング、ここに君がいる、何より大切なことなんだ。新しかったね今。本当におめでとうございます。お誕生日はね、必ずみんなにありますから。ともちゃんは1月です。1月21 20。あ、やま5月の7日です。5月7日。私5月8日です。すごい近い。そうやってね、皆さんお一人お一人にお誕生日あると思いますので、ぜひ素敵な毎日をお過ごしください。ありがとうございました。おめでとうございます。していただきたいなと思います。じゃあともちゃんからお願いします。はい、一番近くて9月の9月の5日土曜日夜、西新宿のびカフェというところで小平かなちゃんとのツーマンが決まってます。この日はですね、ジャズも歌おうというジャズナイトというタイトルついてますが、オリジナルも交えながらお届けしたいと思います。その他、たくさんライブ決まっておりますが、ホームページはですね、有坂智也で検索していただければ出てくるんですけれども、ツイッター、フェイスブック、アメブロなんかも、有坂智也ローマ字で、ID でやってますので、よかったらこれを機につながってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではアラヤン。はい。アラヤンは、あ、アラヤンは今日は1日、先月の28日、4日前にニューシングルをリリースいたしました。おめでとう。ありがとうございます。そう、いいんですよこれが。いいんです。いい CD で。7月7日、実は
リリース予定だったんですけど、それが延期になりまして、満を持しての、シングルなので、YouTube にミュージックビデオも上がってます。ちょっとアップが多すぎんじゃねえのっていうことで話題のちょっとアップ多いな、アップアップ、このろくでもねえ顔のアップが多いんじゃねえのっていうくらい見れるので見たい見たくなっちゃう。そうそうです、つなごうつなごうお願いしますというのと、それのリリースツアーが、あさって9月3日から始まります。もうすでに青森行って戻ってきて、青森行って戻ってきてとかやってて、もうツアーみたいなもんなんですけど、一応あさっての、ネクストサンデーから、ここが主催イベントから始まって、本当は7月7日にリリースで、7月11日の、ツーマンライブでリリースパーティーっていうはずだったんですけど。その時はもうリリース応援企画みたいな感じで、本当のリリースパーティー、あさって本当のお祝いのリリースパーティーなので、このツアー本当にね目白押しで、もうどんどんね魅力的なイベントが9月10月であるので、どれ行こうかなって多分思ってると思うんですけど、あさって来てほしいな9月3日ですね、やっぱ平日7時からなんですけど、まあ僕の出番は、まあ、最初から見てほしいけど、僕の出番はゆっくりめなので、駆けつけられるようでしたら駆けつけてほしいなと思っております、うん、でピックアップツアーの中、ピックアップが9月22日、シルバーウィークのちょうど中日に青森のヨンモール津軽柏で、リリース記念のインスタライブをやります、これ去年もアルバム出した時にリリース記念のインスタライブやったんですけど、結構やっぱり僕の地元のこのインスタライブすごく、やっぱり特別リリース、このツアーの中でも、特別な、ちょっとツアーとかけ離れて話して考えてもいいくらいやっぱり特別な日なので、地元の青森の方はもちろん、都内からも駆けつけ待ってます、はい、で忘れちゃいけないのがツアーファイナル、10月31日に、30日、四谷天窓のコンフォート、5階の方でワンマンライブやりますので、ここはもう、もう全員集合っていう形で、ワンマンは弾き語りです。今回いろんな事情がありまして、全部弾き語りのツアーです。もうできる限り弾き語りで僕のね個性を見せつけてやろうと、このツアーで回って弾き語りでどこまでアレアができるのかと、この日見せられると思うので、その先にあるものっていうタイトルで、この先のことをもうねどんどん考えて、その先に向かっての、ツアーなので、これからアレア順平行くんじゃねえのっていうワンマンライブになると思うので、ぜひお願いします。よろしくお願いします。お二人の、ライブもぜひ足を運んでいただきたいなと思います。キシナコも簡単に、宣伝ですが、明日ですね、私明日ライブがあります。吉祥寺スターファイズカフェさんでグランドピアノ弾き語りします。はい、明日はですね、小野ありさちゃん、ポテイトくん、キキマタクさんと4人でライブです。多分にぎやかな日になると思いますので、ぜひ遊びに来てください。それから9月の9日にですね、共同リーフルームというカフェで、投げ銭のライブがあります。8時ぐらいから、渡辺あさみちゃんとツーマンライブになります。共同リーフルームさん9月で閉まってしまうので、最後の私は出演になると思いますので、ぜひよかったら遊びに来てください。そして9月は、九州に行きます。9月12日福岡ドリームボートさん、初めて福岡に行きます。綾川梨沙ちゃん、そして山下ひろみさんのツーマンライブに、ゲストという形で出させていただきます。そして13日翌日は熊本に行きまして、司の湯という温泉施設ですね、フリーライブさせていただいて、夜は RKK
ラジオをさせていただきます。ソラヨという番組かな。で翌日14日は、福耳ラジオの方に出させていただきます。 RKK さんはですね、ラジオ局パワープレイしていただいたりとかして、とてもお世話になっているところなので、3年半ぶりぐらいに行けるので、あと熊本城見てこようと思ってます。熊本城、ちょっと離れてる、はい、そう、でも熊本城はね、ぜひ行きたいなと思っておりまして、他にもたくさんライブをやっているので、岸のりこひらがなで検索していただくと出てきますので、ぜひ、見ていただけたらなと思います。ということで、それではですね、プレゼントの抽選をさせていただこうと思います。本日のハッシュタグ、覚えてますか？アラヤン、トモヤン、キシヤン、こちらのハッシュタグをつけて、コメントをくださった皆さんの中から1名様に、プレゼントね、こちらですね、1名様なんですね。1名様なんですよ。クラブパルヘジアステッカー、そしてうたげーさん提供うたげーコンピレーションアルバム1、そして小川恵里さん企画ライブの限定浴衣ブロマイドサイン入り、そして小平かなさんのサイン入り川崎銀座街浴衣祭りのうちわ、そして松沢春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、そして今日の、みんなの絵日記ですとか告知ですとか、すべて、詰め込んでお一人にプレゼントとなります。それでは、番組初出演のともちゃんに聞いてもらって、はい、はい、読み上げていただこうかなと思います。お願いします。じゃん、キヨノ、キヨノさん、キヨノさん、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、あそこに、あ、はい、キヨノさんに、プレゼントです。キヨノさん、キヨノさんは番組のツイッターの、アカウントのフォローを待った方がいいのかな。キヨノさん、ね、キヨノさん、はい、いらっしゃいます。あ、私は、はい、じゃあ大丈夫ですね。はい、今日来てくださっている方に当たったので、そのままお渡しさせていただこうと思います。それではですね、今日番組を見てコメントをくださった方をお呼びしていきたいなと思いますので、ちょっと何人かずつ、パワパワパワと順番に読んでいく感じになります。それでは、いきますよ。パパパっていきます。のんのんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。溝の口の山おやじさん。ありがとうございます。エッチュン、リュウセさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ウィーロウェルさん、ヒロさん、ありがとうございます。ヒロさん、サルティさん、ありがとうございます。マーボーさん、ありがとうございます。博士太郎さん、ありがとうございます。私です、岸のりこです、ありがとうございます。スマイルミッキードリームさん、セイントフォーさんかな、ありがとうございます。パルヘジア、ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます。アラヤジュンペ、アラヤ、ありがとうございます。ホタッピさん、ホタッピ、ホタッピ、ホタッピ、フジマルさん、ありがとうございます。はい、私、アリサカトモヨ、ありがとうございます。ということで、皆さんご参加ありがとうございます。コメントを残さずとも見てくださった皆さん、そして今日遊びに来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。長い時間ね、ありがとうございます。そんなわけでございまして、番組告知をさせていただきますが、クラブパルヘジア、毎週火曜日夜8時20時ですねから、西武新宿線伊予木駅にございます中華屋さんチャイナスクエアさんにて、生放送でお届けをしております。来週はですね、第2火曜日 MC 後藤冬樹さんが、最後の MC ですね。ゲストがお隣さん、そして記憶のソーダさん、どちらも男女ユニットでいいんですかね、はい、の、お二組です。ぜひ皆さんまた、20時にね、ユーストリームご覧いただけたら嬉しいなと思います。またこの番組はですね、ご覧いただき
観覧もしていただくことができます。観覧は無料、ワンドリンク500円となっております。いよぎ駅南口徒歩すぐでございますので、ぜひ、そちらの、あの体感型中華屋さんなので、ぜひ、遊びに来て、どんなことになってるんだというね、体感できる、はい、すごいことになってるので、ぜひ遊びに来ていただけたらいいなと思います。火曜の夜はみんなで楽しい時間を過ごしていただけたらいいなと思います。そして、パソコンでご覧の方、こちらかなの いいねボタンやツイッター押してください。そして斜め、あれ、あ、間違えた、こっちだツイッターのね、でこっちとこっちでチャンネル登録お願いいたします。はい、ということでですね、それでは、視聴者の皆さんに、お二人からメッセージを頂戴したいなと思います。じゃあともちゃんからお願いします。はい、今日は初出演ということで、めちゃめちゃどぎまぎしてましたが、楽しく過ごすことができました。ライブたくさんやってますので、ぜひ直接会いに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではあらやん、このファーストシングルツアー歌、いよいよリリースしました。これから、ツアーで本当に至るところライブ、結構僕の中でここまでスケジュール組んでいろんなとこに行ってライブハウスで回るのって多分今までで初めてのことなので、このね CD だけで遠方で多分手にしてくれた方もいるし、もういろんな、もうね、いつも聴きに来てくれる人もそうだし、もう全部にツアー先でしか会えない方もいるかもしれないし、そういった、ね、僕の歌どこかで聴いてくれてる、もう全てに向けてツアーで思いを届けるので、どうぞどうぞ荒谷純平よろしくお願いします。ありがとうございます。はですね、毎週 MC が変わっておりまして、しかも3ヶ月で交代ということで、私今日が最後の MC でございました。はい、ありがとうございました。こういう番組の MC というのをするのは初めての経験でございまして、今日も3回目ということでね、いろいろお二人にも助けていただきましてありがとうございました。こちらこそ、私本業は何なの、もう何屋さんかよく分からなくなってきておりますけれども、本業は三味線、本業三味線、そうですね、三味線を弾いたりとか、いろんなことしてます。はい、三味線も弾いて、日本の伝統芸能というものを世に広めていけたらいいなと思っておりまして、そんなことをしたりとか、人形の声やってみたりとか、いろんなことしてます。またこういう MC とかもしていけたらいいなと思いまして、こういう話いただけてすごく嬉しかったです。私ね、ちょっとおしゃべりが過ぎるので今日だいぶ過ぎちゃいましたけど、最後ということでね、多めに見ていただけたらなと思います。本当にありがとうございます。また来週以降もこのクラブパルヘジャーは続いていきますので、ぜひ皆さん楽しんで、いただけたらなと、どしどしご参加していただけたらなと思います。そして今日来てくれた有坂智代さん、あるいは純平さん、お二人の素敵なライブも足を運んでいただけたらなと。ライブはね、足を運んでいただくのが一番なので、お願いします。お願いします。みんな明日、明後日お願いします。はい、もうね、毎日のようにどっかで歌ってますので、誰かしら情熱を届けます。情熱を、はい、情熱を、ありがとうがね、みんな二人、温かさが伝わってくると思うので、ぜひですね、受け取りに来ていただけたらなと思います。というわけで、3ヶ月、ありがとうございます。スマートな渡し方、何か3ヶ月ありがとうプレゼントを頂戴しましたので、ニヤニヤしながら後で開けたいなと思います。ありがとうございます。本当にチャイナスクエアのね、美味しいご飯もありますので、パルヘジアの時は食べられないんですけれども、ライブもやってますので、ぜひですね、私10月30日、31日土曜日にもライブがあるので、もしよかったらご飯も食べに来てください。ということで、本当に長い時間になりましたが、それでは言い残したことはないかな、大丈夫かな、皆さんありがとうございます。いろいろね、参加してくださいまして、クラブパルヘジアはですね、いつものポーズというのがありまして、
なんだいつものポーズって言ったと思うんですけど右手が棒左手をこう輪っかにして輪っかっていうんですかね、うん、そうですそうです P という P を作っていただいて今週もありがとうございました。来週もと私がいますので良きタイミングで、はい、気持ちを合わせて来週もというのクラブパルヘジアクラブパルヘジア、はいはい、あこっちこのカメラに向かって、ぜひですね、こちらですね、画面の前の皆さんも、お一人だろうが何だろうがもう電車でもいいですよやっていただいてね、もちろん皆さんもお願いしますね。心が通じる瞬間です。心がそう通じてね、なんかもうドキドキしちゃうところですよ。お願いしますね。来週もって言ったらですよ、せーのとか言いませんからね、タイミング見計らってください。それでは今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア、ありがとうございました。私の